ピウス九世、ピウス九世、パイアス七1792年5月13日から1878年2月7日は、カトリック教会の司祭、第255代ローマ教皇、在位、1846年6月16日から1878年2月7日。本名は、ジョバンニマリアマスタイイイコールフェレッティ、31年7ヶ月という最長の教皇。 在位記録を持ち、イタリア統一運動の中で、古代以来の教皇領を失い、第一鉢観光会議を召集し、語尾表を発表して、近代社会との決別を宣言。また、聖母、マリアの無限在の親鳥の協議を正式に制定した、カトリック教会の副社、ピオ九世と表記されることもある。18世紀の終わり、1792年に、 教皇領のセニガリアで貴族の家に生まれた、ジョバンニ・フェデッティは、神学校で学び、1819年に除海された。ローマやチリで働き、スポレートの大司教に任命された後、1840年に、枢機教に選ばれた。グレゴリウス16世の司教を受けて行われた、コンクラーベは、保守派と改革派の激しいせめぎ合いとなった、不予曲折を経て選ばれたのは改革派と見られていた。 フェッティであり、ピウス九世を名乗った。1700年以来最年少となる54歳での選出だった。選出時は、内外から熱狂的に歓迎され、新教皇にとって上々の滑り出しであった。まず教皇領において、政治犯の恩赦を行った。また、近代化にも理解を示し、先代グレゴリウス十六世が元として許可しなかった、鉄道布設を認めたり、 出版の検閲緩和などの自由主義政策を推進させ、また当時イタリア半島に大きな影響力を有していたオーストリア帝国が強行領に軍を駐屯していたが、それに対して治安維持の目的で市民軍を結成、帝国の指導者メッテルニヒラの脅しにも毅然と強行領の独立を主張するなどの姿勢をとった。その背景にはイタリア統一運動、 リソルジメントの高まりがあり、教皇領の住民たちは、ピウス旧世を、覚醒教皇と呼び、国土統一の象徴として支持した。彼の乗った馬車に労働者が駆け寄って、聖なる父よ、勇気を持ってください。芸家には我らがついています。と激励する事件が起こるほどであった。だが、フランス2月革命の影響を受け、イタリアでも、 立憲政治を求める市民階級が革命運動を広めると、教皇自身は自由主義に次第に距離を置くようになる。まず、1848年3月にローマ新憲法を発布するも、教会側の優位を認めた保守的なもので、人々の失望を集めた。折から統一運動を推進していたサルディーニャ国王、カルロ・アルベルトがオーストアに宣戦布告すると、 教皇はカトリック国のオーストリアとの摩擦を恐れ、同年4月に戦争はカトリック分裂の恐れがあるとの理由で、教会は一切戦争に介入しないという教書を発し、リソルジメントとは一線を引くことになる。このスタンスは1864年の会直、クアンタクラに付属する形で発表された語病表、シラブスへと受け継がれていく。これは、 自然主義や合理主義、自由主義など近代思想、文化を否定する内容で、教皇庁と近代社会との断絶は決定的になった。このような教皇の変化に対して民衆は反感を持ち、1848年には教皇の信頼の厚いローマ暫定政府主犯が暗殺されて暴動が起こり、教皇自らも市民軍によって軟禁される。11月24日。 ピウス九世は、政情不安定のローマを離れ、密かに、ガエータへ逃れた。1849年には、ローマ共和国が成立。これを警戒した教皇はフランスに援助を求めたため、フランス軍がローマに侵入した。さらに、ローマ共和国に波紋を宣言するが、かえって人々の嘲笑を買うだけであった。翌1850年、教皇はローマに戻るが、 イタリア統一を目指すサルデーニャ王国が、教会の力を抑える政策をとると激しく反発し、教皇と王国との対立は避けられなくなった。1858年、ナポレオン三世は、サルデーニャ王国のカブールと同盟し、オーストリア軍を攻撃。オーストリア軍をイタリア半島北部から撤退させた。ここに至って、サルデーニャ国王、後の初代イタリア国王、 ビットオリオイマヌエール二世は、教皇領への駐留を要求し、拒否されると軍隊を侵入させて制圧した1870年には、フランス軍の撤退で無防備となったローマを占領した。翌1871年、教皇領が廃止され、ローマが正式にイタリア王国の首都となると、教皇は自らがバチカンの囚人であると宣言。 国王をはじめとするイタリア政府関係者を波紋に処し、カトリック信者が議会の選挙に投票することを禁じる協力、ノンエクスペリトを出したり、王族の冠婚総裁の正体を無視するなどの対抗処置を行い、イタリア政府とバチカンは断交状態に陥ったローマ問題。以降ピウス九世は障害バチカンから一歩も外へ出ることはなかったが、 カトリックの最高指導者としての影響力を存分に、行使式を吐いた。第1バチカン公会議は、このような不安定な正常の中で行われ、不仏戦争の勃発によって、予定会期のほとんどを消化しないまま閉会した。ここで採択された強行不可ビ説は、その解釈をめぐって、大きな波紋を呼ぶことになる。1871年には、 カトリック抑圧を行ったドイツ帝国のオットフォン・ビスマルク首相との間に文化闘争を起き起こすが、ピウス九世は、ひるむことなくドイツのカトリック中央党を応援し、最晩年の1878年には中央党を総選挙で退場させて、ビスマルクに圧力を加えるなど、カトリック勢力の維持のため最後まで積極的な活動を続けた。ピウス世と日本は縁があり、 1862年に日本26世人を劣勢したのがピウス九世であり、1868年には長崎での新都発見のニュースに対して喜びを表す書を発表している。1878年2月7日、教皇宮殿にて死去。在位期間は31年7ヶ月に及び、史実で明らかな教皇たちの中では最長の在位期間を記録した。 意外は、遺言により、ローマ帝国期に殉教した聖人ラウレンティウスを祀る、サンロレンツォ・フオーリレ・ムーラ大聖堂に埋葬された。イタリア王国による自らの苦悩を殉教者に、例えるという抗議の姿勢であったが、長年にわたる、ピウス旧世の保守的言動に反感を持つ人々は、多く、7月12日の葬儀ではデモが起こり、棺に泥を投げつけ、 あわや、テベレ川に投げ込もうとする相乗へ発展するなど、即位時と全く異なる状態であった。2000年9月3日、教皇ヨハネ・パウロ二世によって劣服された。松本佐保、バチカン近現代シローマ教皇たちの近代との格闘中央公論者中高新書2221、2013年。 ISBN 978から4から12から102221から9。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。